家庭菜園ライフ。皆さんこんにちは。埼玉で菜園をしている松田です。今日はジャガイモの収穫タイミングの見極め方と収穫後のお世話作業、後作についてやっていきたいと思います。11月後半になりまして、秋ジャガの収穫タイミングとなりました。秋ジャガは11月後半から12月の収穫となりますが、寒さが強くなってくると霜が降りて芋がダメになってしまうという現象が起きます。春ジャガの場合は夏まで置いておくと芋が腐ったり芽が出たりということがありますが、秋ジャガの場合は傷んでしまって味が落ちるなんていうことがあります。収穫のタイミングを見逃さずに芋を掘り上げていきましょう。今日は秋ジャガの収穫の目安とその後の作業、後作についてご紹介していきます。それでは行ってみましょう。それでは実際に秋ジャガを見ていきます。秋ジャガの葉が完全に枯れています。このように葉っぱが枯れてきたら収穫の目安となります。葉っぱが枯れて光合成ができなくなってしまったら、畑に置いていても寒さに当たる一方ですので、早めに掘り上げていきましょう。もしまだ青々としている場合、ビニールトンネルなどをして寒さ対策をしてあげると、もうしばらく光合成をして育っていきますので、やってみてください。こちらの秋ジャガイモは残念ながら病気に一時期かかってしまい、うまく肥大化していない可能性もありますが、今回全部掘り起こしていきたいと思います。では掘っていきましょう。ということで、今回こちらの秋ジャガイモを収穫していきたいと思います。隣に茎ブロッコリーを育てていますので、マルチを半分残して収穫をしていきます。それではやっていきましょう。では邪魔になるマルチビニールを外していきたいと思います。マルチビニールをつけたままですと芋の掘り残しが出るかもしれないので、外してしまいます。こちらのマルチは綺麗なので、このようにめくって保管して再利用したいと思います。今回ジャガイモの出来としては50点ぐらいだったらいいかなと思っていますが、実際に掘っていきたいと思います。ちっちゃい芋ができています。周りを掘っていきましょう。スコップを使うときは外から徐々に掘り起こしていきますが、芋を掘る場合はこのように手などを使って芋を傷つけないように掘っていきましょう。綺麗な秋ジャガが出てきました。やはりサイズは小さいですが、このように何個かできていそうなので、引き続き結果を見ていきたいと思います。次はこちらを抜いていきます。お、こちらは結構できてます。こちらの株は比較的大きく育って、最後まで青々としていたので、やはりよく芋ができているようです。こちらもよくできています。やはり大きさと収量的には50点ぐらいですが、早いうちに病気になったと考えると十分できたかなと思います。こちらは残念ながら芋がつくに至ってなさそうです。こちらは種芋のままの状態ですね。以前の動画でご紹介しましたが、こちらの今私が掘っている側は早めに病気に感染していたので、ジャガイモの出来はあまり良くなさそうです。ということで収穫が終わりましたが、このように小ぶりですが芋が取れました。収穫のタイミングだけ逃さないように注意してください。では収穫後の注意点を何点かご紹介します。1つ目、芋を天日干しして泥を乾かしていきましょう。ジャガイモは貯蔵性がある野菜ですが、水洗いして自宅に持ち帰ったりするとカビが生えやすいので、天気がいい日に掘り起こしたら土の上で30分ほど乾かしてから持ち帰りましょう。その時泥を払い落として水洗いはしないようにしてください。2つ目、芋が残っていないように掘り起こしておきましょう。芋を植えていた場所に芋が残っていると来年芽が出てきたり、残った芋を餌にして害虫などが来たりすることもあるので、掘り残しがないようにしっかり確認してみてください。またその際に3つ目のやるべきこととして、コガネムシやヨトウムシなどがいれば捕殺するようにしましょう。最後の4つ目です。芋の状態をチェックしていきましょう。今回の芋は少し草花病のような症状が出ています。芋の表面に斑点のようなものがある場合、少し石灰分が多かったか、アルカリ土壌に植えてしまった可能性があるので、ジャガイモの状態を見ながら
次回の土作りに生かしてみてください。では後作に向いているものもご紹介します。1つ目、ほうれん草です。これから寒くなってきて、今日もこのように風が強いですが、気温が落ちてきた場合、ほうれん草を植えて栽培してみてください。ほうれん草は冬場に強い品種も多く、ビニールトンネルで栽培すれば十分育ちますのでやってみてください。2つ目、ミニ大根です。じゃがいもの栽培場所の残肥で十分育ちます。あまり肥料を投入せずとも育てることができますのでやってみてください。最後3つ目ですが、20日大根です。短期間で育てられる野菜の代表品種です。先ほどマルチを外しましたが、マルチを再利用できれば、その穴にそのまま植えれば十分育てることもできますのでやってみてください。それではコメントにご返信していきたいと思います。ブロッコリー栽培の動画にコメントいただきました。ネットを取るとヒヨドリにブロッコリーの葉をボロボロにされるので、ネットを取れずに困っていますというコメントいただきました。そういった場合はブロッコリーの周りに支柱を4本立てて、ホームセンターで販売されているテグスを購入して周りをぐるぐると囲ってみてください。そうしますとだいぶ被害が減りますのでやってみてください。ただし雪が降った後は全く食べるものがなくなるので、それでも被害に遭ってしまうことが多いので、そういった場合は雪が降る前にテグスだけではなく防虫ネットを周りにかけて雪が落ち着くまで予防する方がいいと思います。コメントありがとうございました。2つ目の質問です。家庭菜園に興味があるのですが、虫がどうも苦手です。スプレーとかあまり使いたくないため、靴で踏みつぶして退治してもいいのでしょうか。また松田さんはスプレーを使うのとその場で踏みつぶすのはどちらが良さそうですか。参考にしたいのでぜひ教えていただきたいですというコメントいただきました。害虫をピンセットなどでつまんだり、付着している葉っぱをカットして足で潰せば十分です。薬剤を使えば撃退する効果は高いですが、もし使いたくないという方がいれば細かく害虫を捕殺してみてください。何度か捕殺することで害虫の密度を下げて被害を減らすことができますのでやってみてください。今日は秋ジャガの収穫のタイミングと後作業をご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた。